はい、石岡市の政策企画課で、してます島田と申します。よろしくお願いします。最初にちょっとこれご紹介したいんですけども、これ石岡市のシティプロモーションの一環で昨年の作ったロゴマークでして、石岡市のですね、魅力がたくさん詰まってます。コロニシだったりスカイスポーツだったりハニだったり、これ非営利でしたらたまたでも無料で使うことができますので、ぜひ使っていただけたらなと思います。では内容についてお話ししていきます。まず総合計画に今回皆さんがお話ししていたアイデアを反映していますというようなお話しさせていただきましたけども、そもそも総合計画って何でしょうかっていうのはところで書いてあります。簡単に言うと、まちづくりの憲法というものでございまして、石岡市にはたくさん計画があるんですけど、その中でも最上位ということで、とても大事な計画になっています。こちら石岡市の総合計画はですね、令和13年までの10年間の計画になってまして、誰もが輝く未来へ共に作る石岡市、まさに共に作るというのはこの石岡未来会議のことを指しているかと思うんですけども、みんなと一緒に輝く未来を作っていこうという理念を持っています。詳しくはですね、受付ですかね、受付でお配りしたこの石岡市総合計画概要版という薄い冊子があるので、後で、ご覧いただければと思います。で、中非常に細かくて、4つの分野、輝く魅力向上分野、町分野、人分野、暮らし分野っていうのが分かれてまして、9つの政策の目標っていうのを立てて、その下に村井さんが62個の事業展開をしてます。これらをやることで、将来どう実現しようと、誰もが輝く未来で共に作る石岡市を達成していこうということで、石岡市は取り組んでおります。これはですね、今年計画の改定作業をしてましてですね、今が第1期基本計画っていうんですけども、これが令和5年で終わるんですよ、今年ですね。で、来年度、令和6年度から令和9年度までの4年間新しい計画を作るので、その計画作りに今皆さんのアイデアを反映していきたいなというふうに思ってます。で、この計画を作るにあたりまして、市長からですね、一つ指示が出ておりまして、それが人口減少対策に、より重点を置いて、やっていってくださいと。いう話を受けておりますので、今回人口減少対策を取り組んでいきたいと考えております。で、人口減少対策って移住ですね、石岡市に来てもらう方を増やすというようなこともあるんですけれども、まず日本一番に考えることとしてはここに書いてあることでして、で、若い世代が結婚や出産、子育ての希望を叶えられる魅力ある街づくりをまず進めると、そういう街づくりが進むのであれば、移住の推進や転出の抑制につながっていくということで、移住を第一に考えているわけではないということで進めてまいっております。では石岡市の現状についてお話しいたします。今ですね、7万900ですかね、人口がありまして、おそらく今年度で、7万を切るかというふうに思っておりますが、この後どんどん人口が減っていく予定になってまして、書いてある通りですね、2065年には今の半分近くまで、減っていくというような推計が出ております。で、こちらが年少人口、0歳から14歳、生産年齢人口の15から16歳、それ以上で分けられているんですけども、一般的に言う高齢化比率というやつですね、そちらの比率は今3割ちょっとですけども、将来的には5割近くまで、伸びていくというふうに見込んでおります。では、なんでこういうことになるかということの お話ですけれども、こちらをご覧ください。上が亡くなられている方の数ですね、ご高齢の方が多いんで、実情としてどんどん亡くなられている方が増えていくというような状況になっています。そして、出生、真ん中の薄い青ですけれども、こちらもやはり少子高齢化の少子の部分ですが、どんどん少なくなっているというような状況です。なので、亡くなられている方から生まれてくる方々の数を引けば、おのずと自然に減っていく
人の数っていうのが出てきておりまして、これは毎年どんどん増えていっていく傾向にあります。これは今後変わらないと見込んでいます。もう一つ社会源っていうのがありまして、石岡市を出ていく方の数、入ってくる方の数、その差で導き出されるんですけれども、こちらは若干改善傾向になると、そういうような状況になっています。ちょっと参考ですけれども、石岡市における外国人の方の比率は今 1.3%、 今もうちょっと高いと思うんですが、上昇傾向になります。で、2070年には外国人が国全体で1割を占めるというふうに言われています。こちらの表をちょっとご覧いただきたいんですけれども、一般的に転入転出で、言われる、社会源という数字は、霞が関を見たはプラスなんですね。で、石岡マイナスで、石岡何やってんだっていうふうによく正直言われるんですけれども、その中身は外国人自動車がどれくらい増えてるかっていうのがポイントになっているということで、これからの時代ですね、ここもよく考えていく必要があるところかなというふうに思ってます。で、こちらまたちょっと参考ですけれども、年代ごとに転入超過数、石岡市を石岡市に入ってくる方の数から出ていく人の数をグラフで表したものです。皆さんご存知の通りですね、15から19、20から24とこれで大きくマイナスになっています。高校や大学の卒業を伴って石岡市を出るケースがかなり多いで、地元に就職しない理由のアンケートを右下の緑のグラフで書いたんですけれども、地域にこだわって働きたいという意見が最も多いんですが、希望する職種がないと、こういった意見も多く出ております。で、目指したいところは出生率を増やしたいというふうに考えてきまして、最初にお話したように子育て世代に魅力的な街を作るというようなためには出生率を増やしていく、それによって人口増を近づけていきたいというふうに考えています。とはいえ、出生率自体も今これ合計特出生率っていって、一般的には一生のうちに、女性が産むお子さんの数なんですけれども、だんだんご覧の通り減っていってるというのが実情です。これは全国的な傾向も一緒でして、基本的には全国的に晩婚化が進んでます。もう一つ、一組の母夫婦が産む子どもの数も減っています。そして、未婚の数も増えています。特に未婚が今大きいですね。書いてある通り、今男性の未婚で2割ちょっとだったのが、将来は3割の方が未婚になるというふうに言われております。統計的には結婚時の奥さんの年齢が若いほど多くお子さんを産む傾向にありまして、晩産化も少子化の要因となっているというところがございます。で、少子化に対してどういうふうに解決していけばいいんだということで、こういう表があります。これは国の内閣官房とかが研究によって明らかにしている表なんですけれども、出生率はまず未婚率と初婚年で分けていく必要がある。もう一つ、有配偶出生率、これは結婚したご夫婦が産む赤ちゃんの数ですけども、これを増やしていく必要があるというふうに書いてられています。で、いろいろさまざまな要因が絡み合っているんですけれども、例えば妊娠出産知識を増やしていく必要がある場面、つまり自分がいつもの出産すればいいのかっていうのを認識してもらう必要があるよねっていうのだったり、そもそも結婚する機会が足りないんじゃないか、働き方改革が足りないんじゃないか、保育環境受け入れ枠が足りないんじゃないか、育児費用が足りない、住居の整備が必要、そういうふうに言われております。では、ちょっと細かい数字なんですけど、統計的に客観的に全国で公表されている数字から取りまとめておくデータです。お配りしている事前にお送りしたですね、紙の資料なんかも見づらいからご覧いただきたいと思います。そうですね、
未婚率については、男性の未婚率は全国平均よりは良い方、ただ女性の未婚率は、ちょっと悪い方、そんな風に返しています。で、初婚年齢は全国的には悪い、女性も全国平均よりはいいですけども、全国平均よりはいいんですけども、そこそこかなというところですね。そういう状況になっています。で、もう一つ、その下の出生順位ごとの平均年齢ですけども、第一子が全国平均より悪いです。で、一方第二子第三子は全国平均よりもいいということで、今後この後またちょっと紹介しますけれども、第一子を他市、他の自治体で産んだ方が石岡市に来て第二子第三子を産むケースっていうのが今多いというふうに言っております。で、こちら客観的なデータということで、石岡市のグラフがオレンジで、茨城県内の平均を灰色のグラフということで、偏差値を50というふうに計算して、見たグラフです。これたくさんあるので省略しますけれども、いろいろですね、この周りの、偏差値が高ければ高いほど統計的に出生率がいいと言われている研究結果から出ている数字をここにグラフ化しています。簡単に言うと、このオレンジの枠が大きければ大きいほど子育て世代にとって魅力的な町であるというふうにも言える内容になっています。で、同じようなものがこういうふうに様々ありますので、お手持ちの資料をですね、後で読んでいただければと思っております。あと途中に、結婚と出産に関する全国調査ということで、これが国の研究機関が統計を取っている数字なんですけれども、一言で言うと、価値観の多様化によって、人生の中において結婚を選択する人の割合っていうのがかなり減っているというのが実情です。で、皆様のご回答いただいた方もいらっしゃるかと思うんですけども、アンケートを実施しておりまして、その結果も資料の後ろの方に付けさせていただいております。例えばこれ面白いのが、習わせたい、習っている課外活動についてのグラフですけども、水泳が1、次学習ピアノというふうになっています。一方で、習ってない、習わせている予定もないという方がその次に来るということで、ちょっといろいろ考えさせられるかなというのがなというような感じもいたします。またこちら、お子さんの育成の生育の状況において、石岡市に転入しているかどうかを示しているグラフなんですけれども、小学校入学時にほぼほぼ、95% の方が石岡市に転入しているという結果になっています。さらに同じようなタイミングにおいて、戸建ての住宅を戸建ての住宅に住まわれるケースが多くなっています。最初の頃はね、男子に妊娠されたことはアパートが多いんですけども、だんだん戸建てのアパートが増えているという形になっています。またこちら職業についてですけども、転入された方について転入前の職種、転入に希望される職種、今どんなの職種についているかというグラフもあります。こちらもですね、石岡市における生活において、どういう職種を選択せざるを得なかったのかという意味で、利用があるかなというふうに思っております。またこちら石岡市で、さまざまな子育て支援施策を実はやっております。その中で本当に良かったサービスっていうアンケートを取っておりまして、1位が南東線ですね、2位が丸く、3位が赤ちゃんを作る方法で、こういうような結果になっています。石岡市に住んでいる理由であるとか、こちらはですね、希望するお子さんの数、私これだけお子さんを見たよって数が平均が 2.5 人ぐらいなんですが、実際 2.1 人なので、この差をですね、埋めていく必要があるというふうに考えるための
資料になります。そうすると金銭面の不安があるという答える方が多いではあるんですけれども、その下のグラフで子育てや教育に関する費用と子どもの数の関係で見ると、実はその費用の不安はあるものの、それを主な理由にしてないよっていう理由が圧倒的に多いということで、これも今後の政策を考えてくれるのポイントかなというふうに思っております。あとは自由意見をですねいただいておりまして、これを AI に分析させて、表示させた内容がこれになってます。出てくる単語のキーワードが多いやつが大きくなっているというようなふうに見ていただければいいかなと思います。子育てであったり遊具であったり給食費とかですね、こういう意見が多いというふうに読んでいます。あとこちらは保育と教育に関するアンケート調査ということで、これは先生です。学校の先生や保育士の方にお伺いした結果なんですけれども、そうですね、子どもたちに対して、設備の充実、特に保育士が足りないとか、そういう意見が多かったんですかね、そういう形になっています。また高校生の皆さんに取ったアンケートによっては、仕事を選ぶ際に充実することは逆にない、次に給料というような内容であったか、高校生が将来に就きたい仕事としては保有するのが大きく上がっております。はい、石岡市の職員の方にもいろいろアンケートを取っていると、その結果をつけさせていただいておりまして、入り口にお配りしました自由記述ですね、ちょっとたくさん資料あるんですけれども、すごくたくさんの自由記述を皆さんにお配りしてますので、後で読んでいただければと思います。はい、こちらがですね、石岡市の現状ということで、ご説明させていただきました。